はい、皆さん食べ歩き旅スタートです。えい、この日は肉学園というラジオの収録日でした。めちゃくちゃ楽しかったです。でね、はしゃぎすぎてちょっとお腹が減ったということで、この前寿司バルさんで行ったところの同じビルの、4階です。4階の豚屋、韓国料理屋さんに来ました。なんと今日もスペシャルゲスト呼んでおります。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。センサーに焼きご飯チーズこれはロンドエ、うわ来てんだけどね。肉メインです。肉メインです。豚ハラミ、豚ハラミ1、1、4つでサラダもいらないですか。サラダいらない。はい、待って、これはじゃあ食えそうだったら今日、すいません。革新的なお店でした。えぐい時えぐい。あれはどうやって絞ってるんですか。仕事忙しいって見るとあれじゃないですか。仕事忙しいとご飯あんま食えなくて、でも筋肉は残るじゃないですか。そのまま脂肪が落ちてってなんか自然と絞れる。体質もあるんで人それぞれの。なんか別にこれがすごいとかじゃないですけど、体質のせいで元々体脂肪低くてそのせいで。でもそのためにはこうやっていっぱい食べて、そう、食わないと。これ火取ってるかな。あら、なんかうまっ。一番好きなところは自分の無糖品かな。食べ、食べまだ見せてくれないみたいです。
でもね、俺太一くんのね憧れるところが、お嬉しいことだ、胸板と背中、あ、筋肉もね、うん、あ、ごめんなさい、今筋肉の話してるんだ、やがってください、うん、マジでもうジャケットと背中なんですよ、胸と背中本当にヤバいぐらいやってるんですよ、胸、わかるわかる、ヤバいぐらいやるのにでも苦手な部位だからあんま成長しなくて、うん、わかります、わかるわかる、やっぱあのラストまで行く努力っていうのはやっぱなみなみじゃできないよ、本当にでかくなったんですよ、いつか見れると思います、いくらになれば、これがボディービル転向したら、なるほど、うん、15年後でも最近顔も評価対象に入るボディービルがあるんですよ、マジですか、マジですか、まだ顔じゃなくてね、やっぱ体で勝負、体で勝負したいの、この心ですよ皆さん、イケメンなの、イケメンじゃないですか、あんまりこの選手バリうまい、ちょうどいいマジ。いいですね。しょうがないから。しょうがない。ありがとうございます。スープ3杯もね。意味入る気がしない。いや一発でしてほしいわ。一発でしてほしい。これは全部食いちゃわないと、これはダメだと思う。いやもちろん。男として。あ、男として。はい。でも多分ね美味しいと思うんで。いただきます。全部食べました。これからまだ食べるんですけど、一つね、僕からそういうことがあります。よろしいですか？これは今日じゃないですけど、ちょっと早いんですけど、っていうかだいぶ早いんですけど、私はもう、かわいい俺の、かわいいかわいいメンバーに、いいですか？いいですか？僕から、誕生日プレゼントがあります、はい、調べに、タンパク、タンパクですね、もう分かってましたよと言わんばかりよ、ちなみにこういう茶番を知ってますが、さっきほどあの同期で一緒に買いに行きました、まあ、俺が欲しいやつ買ってもらったわけじゃあそれをねちょっとあの一気に皆さんに見てもらいたい、一つ目だだ、やはりあれだけ筋トレの話をしたからバラン、はい、あれだけ筋トレの話をしたらやはりこういうものを選ぶんですよ、これは何で選んだ、あの前から思ったんですけど、ジム行くときにあの普通のシェーバーなんですよ、今その EAA とか EAA って言ってトレーニング中に、まあ、飲むと効率よくなったりとか、そういう不足する栄養素を補ってドリンクがあるんですけど、それをねこのシェイカー入れてジム持っていけなかったんですよ、で見てくださいこれ肩入れますこっちやった、ここから筋トレしないですか、そう、ここ開いて、うわー、おしゃれ、シェイクして、そのスイートみたいに持っていけるといいですね、中身が見えないのがちょっとおしゃれですね、そう、あの中身見られたくないあ、分かる分かる、筋トレしてる時に見えてる人いるんですか、やるかっこいいんですけど、やるの恥ずかしい、素晴らしい感じですね、もう一つあるということはプラス、これちょっと説明しようがいいですか、
キーカレーマニアですね、これは。とにかく、筋トレしてる人のためのサプリメント、ドリンクとあとは、Google 先生にググってください。これ、ググってください。ググってください。商品紹介じゃない、商品紹介じゃないけど、まあ、このね、この僕の西ジャンが不可的なお供になるだろう。もう一杯すごい。これでね、明日からトレーニングしていきたいと思います。で、今度一緒にトレーニング、そう、もう見せてきて、まあ、力つけましたと。おい、ということはこれを筋肉にしなければいけない、筋活しなきゃいけないというので次回はね、まあいろいろ探してトレーニングジムに行くと、まあ、撮影許可がもらえればしていきたいと思います。これお願いしてもいいですか。約束してもらってもいいですか。あ、行きましょう。ありがとうございます。じゃあ、楽しみにしてみますか。僕とひなたろ、じゃあ対決しますか。やっぱね、ジムしたらね、俺とひなたどっちが 筋トレの重量とかが上がるか勝負。いや、まあ俺は負けられませんよ。これはね、ジムしたら鍛えてる身としても負けるけど、いや、俺の方が絶対上がります。俺はひなたの火を使ってますこれはもう負ける気ないと。これは負けないです。わ、背中以外じゃあちょっと対決楽しみにしてください。いやいや、はい、やるだけやるこんなよね、やるだけやる。うわ、ちょっと楽しみですね。止めないで、またブレイク。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。